すごいですよ。すごい素晴らしい、いい曲ですね本当に。ねえ、皆さんいい曲だね。本当にいい曲ですよ。すごいコメントが来てます。もうどん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 なんかねコメント来てるみたいですね。ありがとうございます。すごいですよ、ね、なんかグッとくるとかね、はい、あのね、もう本当ね進次郎さんのことを東京ねやっぱりお住まいの時は東京のメンバーとかあとこちらにも本当よく来ていただいてたので、うん、その頃のメンバーたちはやっぱりねこの大丈夫大丈夫っていうね、はい、ものとか進次郎さんとか声とかすごくあるんですね、うん、でまた全然今、うん、最近このこういうね見ていただいた方はすごくね、うん、いい歌だねとかねいい歌詞だねっていう感想が、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、うん、でなんかねやっぱ大さんが泣けるって、泣ける。一緒に飲みましょうってなんか大さん、あ本当に書いた、皆さん今夜飲むかじゃ。飲んでください、もう思う存分、ね、なんかそれが ね皆さんいろいろね来てますよ本当に、すごくね、なんか反響がありますねやっぱり。ありがとうございます。そう、進次郎って言いますよ、皆さんよろしくね。ね、大丈夫、すいません、いつ生まれた曲ですか。大丈夫は今から5年前ぐらいかな、ガズレレ、もう今日言っちゃうけどガズレレ始めて、はい、1年目ですね、はい、だからそれでその後カズノコができて、あそうなんですね、うん、そんな感じですね、ガズレレの、まあ、CD 持ってる方もいると思うんですけど、最初に僕の作ったとかプロデュースしたなんていうあれニューチャプターみたいにガズレレでそういうCD を作った時に、僕がその大丈夫を録音させてもらってっていうところが最初です、うん、はい、だから簡単コード CF A マイナー G っていう簡単コードで、弾けて、うん、これだけなんかこうすぐねスーッと曲が入ってくるっていうのはねやっぱり今後とも残るね名曲ですよね。名曲だね、うん、大合唱したくなる名曲です。うん、大合唱したくなる。まあ関西の人は本当これ相当皆さんと歌わせてもらったね本当にね、数の子とこの2曲はもう本当に、うんうんうん、もうねどこ行っても最後これで盛り上がってもらったからね本当ね、そうなんですよ、なんかねやっぱり大阪のいろんな写真とかもね含めてね、うん、編集していただいたので、うん、なんかもう懐かしい場面とかもたくさんで、そうね、うんうん、もういいもっと写真いっぱいあったんだけどね、でもまあ、うん、ピックアップしてだから、うん、なるべく皆さんと写ってるのを入れようと思ってね、で、うん、本当懐かしい顔ぶれもいるし、だから本当ですね、うんうん、ねえ、本当皆さんね本当にいっぱい拍手もいただいてるし、そうですよ、ねえ、もう一緒に歌った方ありがとうございます、はい、カズノコもねまた聞きたいって言ってます、うん、そうまたね、また最近入った人も名曲ですねとかね、カズノコもまた歌ってください。そうね、あれはねカズノコはカズノコでまた子供たちもね、うんノリノリで歌える曲ですし、うん、なんかそうね、いいですよね、うん、うん、で最近のね、ま、作られた曲もすごくこうなんかこう編集もすごく自分で全部されてるんですよね。そう今回も全部自分でガレージバンドでいつも言うけど iPhone だけで撮ってるからねこれ。それはすごいんですよね。うん、なんかお近くにいたらねちょっと教えていただきたいんですけどね、私もそのガレージバンドっていうのがよくわからなくて、うん、なかなか扱えないんですよね、うん、でもねなんか本当になんていうの俺みたいにそのパソコンの知識がない人だったらね、うん、もう指先で全部こう感覚でやれるから、うんうん、だからもっと細かくやるにはちゃんとしたのが必要なんだろうけど、うん、今ぐらいのデモテープ作るぐらいだったら、はい、もう全然僕はやってますこれで、はい、なるほど、すごい。で今北海道にお住まいですね、うん、ね、北海道で今、うん、お住まいになってどのくらいになりますか、移られてから。1年半だね、ちょうど1年半ぐらい、うん、うん、ぴったし1年半だね。そこで今まで北海道行った中でこれ、うん、うまかったっていうのは
やっぱり他でいっぱい推しもあるんですけど、自分が食べてめっちゃこれうまいやんっていうのはありましたか？まあ魚はほらずっと仕事でやってたからね、うん、当たり前にこっちでも食べれてるから。野菜だよね。あ、野菜ですか。野菜、北海道産の野菜は本当にもう何食ってもうまいわ。へー。特にアスパラ、玉ねぎ、かぼちゃ、うん、じゃがいも、アスパラがとにかくびっくりした。へー。今ちょうどこれからシーズンですけど、はい。わお。昨日も新物っていうか初物食べたけどね、うちでね、ちょっと値段が下がってきたから。アスパラは本当に美味しいですよ。北海道のアスパラは、皆さん機会があったらぜひ食べてみてください。アスパラの概念が変わるから本当に。いや、そんなに違うもんなんですか、うん、全然違う、うん、大きさとかは。あとね、大きさはね、細いのから太いのまでも皆さんのお好きなので、うん、やらしくないよこの話、うん、だからね、だからそのなんでここにこれまだまだ昼ですよ。昼だね。昼まあ、R18 指定しないでくださいよ。はいはい。はい、アスパラはでも本当に、あとね、インカの目覚めっていうね、じゃがいもがね、美味しい。北あかりっていうのとね、うん、それはすごい美味しいです。はい。あとね、ビール。ビールね。ビール？うん。別にクラフトビールも、いっぱい世の中出てますけど、僕も好きなクラフトビールもあるけど、札幌クラシックがもう本当に美味しい。へえ、札幌クラシック。はい、札幌ビールが出してるやつね。はい、うん、この札幌クラシックは本当に美味しい。そうなんだ。ぜひじゃあ皆さん、北海道に行ったら札幌クラシックですね。メモりました皆さん。そうで、でお店によってはなんかその継ぎ方とか講習受けて、札幌クラシック、はい、確かプレミアムっていうので出してるのかな。その商品として出してるんじゃなくて、美味しく飲めますよっていうので。でもそれで飲むでもうまいけど、普通に飲み屋さんでも、まあ、今だったらどさんこプラザとかでも買えるけど、缶でも全然美味しいよ。へー、本当にうまい。俺だってキリンの一番搾り飲まなくなっちゃったもん、北海道来て。あんなに好きだったのに。そう、うん、違うんですね。そう、でも普段麦とホップしか飲んでないけど、うん、それも札幌なんだけどさ、うん、そうなんだ。もう皆さんもね、うん、いいなとか、やっぱり札幌クラシック最高、うん、あとなんかちょっとエロ味みたいなのが来てますけど、大さんからエロ味来てますよ。あ、そう、大さん、大さん本当にいつも反応してくれてありがとう。もう本当幸せだ俺は。もうまあもう楽しんで酒ちょっと飲んでくださいね。今日は一日なんかずっと見ていただいてる感じですかね。うん、そうですね。ちょっとね、仕事もしながらなんだけど、ただまあ見てます。で、鳥取ちょっと時間をしてるだろうが、鳥取が最高。やっぱりもうサキュレレ思い出したしね。うんうん、あと。まあ、みんないいんですけど、僕がやっぱ印象残ってるのは、あとは、まるちゃんのもう、和光式、埼玉ね、トップのあれも、ちょっとぐ、ともさんのお店、ぐっと来ちゃったね、ともさんのお店の、こう入っていく映像とかはちょっとぐっと来たな。本当に。じゃあ、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、この後も、ちょこちょこ、うん、はい、見ていただいて、はい、またいや、もう見てちゃんと、はい、いろいろね、ありがとうございました皆さん。聞かせてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。はい。はい。いや、嬉しいね。嬉しいですね。